木村拓也レジェンドバタフライ初日舞台挨拶木村拓哉と綾瀬はるかが豪華共演する東映70周年記念新作映画「レジェンドバタフライ」が1月27日に公開初日を迎えました。 それを記念して、同日に丸の内東映にて行われた初日舞台挨拶に、キャストの木村拓哉、綾瀬はるか、宮沢妃を、市川染五郎、伊藤英明、中谷美紀らが登壇しました。ついに初日を迎えて、 織田信長が今日に至るまで、実際に今生きている人たちにまで、非常に愛されているのを感じました。岐阜信長祭りについて、100万人近い方のご応募をいただけたことも、一つ胸を張れる要素をいただけた。 ご応募いただいた方たちにはぜひこの作品で「ありがとうございます」と伝えたいです一番お気に入りのシーンは「の姫と婚礼のぎを交わすシーンがあったのですがさきに注がれたお酒をためらいもなく飲んだんですそこに毒をもられていたら命がない」 躊躇なく口に運んだ濃姫を目の当たりにした瞬間信長役の自分もスイッチが入った台本にも描かれていないコミュニケーションが作品の中に散りばめられている現場で散りばめたお宝を探し当てていただきたい信長様をこぶしていく とても長いシーンだったんですけど1日がとても長く緊張感が詰まったシーンでしたこれから見たい世界、行ってみたい景色は客席の皆さんとスクリーンの関係性がどうなってるのかがわかる1ヶ月後に自分も客席に座っていたいです。 歴史が見たいですけど戦国時代は危なそう頑丈なカプセルに入って恐竜の時代に行きたいです戦国時代に行きたいです信長公がこうにあってレジェンドバタフライのポスターを渡したいですとのがキャンプオンでうなぎを召し上がったとそのうなぎをいただきたいです 自分とヒデで全力で用意しますアイルランドに行ってみたくて母方のおばあちゃんとおじいちゃんがアイルランドの血が入っていて僕のルーツでもあるので僕はニューヨークです祖父がブロードウェイでミュージカルをやったことがあるんでそういう意味でもあそこの空気を感じたいです最後のメッセージ この作品も今日をもって歴史の史実ではなくて皆さんと共有できる真実に変えていただければ非常に嬉しいと思います。よろしくお願いします。